はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕の大好きな家系ラーメンの動画でございます。僕もね大好きなんだけど、もうねみんな好きじゃん家系ラーメンって。最近はね世の中的にもこう家系ラーメンがブームになってきて、お店もねガン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 増えてるんだけど、やっぱりね本当に美味しいと思うところって結構ね限られてくると思うんですよ。で本日はですね、安心安定絶対うまい王道屋グループのあるねお店に伺おうと思っております。もうねほんとお店も目の前ですんで、早速ねそちらの方に向かっていきたいと思います。はい、ということで本日ね訪れてるお店到着いたしました。相模原にございますクックラさんでございます。この外観ね、おしゃれな感じで家系っぽく見えないんですけれども、僕もね撮影外でこちらのクックラさん一度訪れておりますが、自信を持ってねおすすめができるお店でございます。今日もねまだ何も食べておりません、めちゃくちゃ空腹ですので、早速ねこちらのクックラさんで美味しい家系ラーメン食べていきたいと思います。ということでですね、ただいまクックラさんの店内に入っておりまして、本日はですねラーメンとつけ麺両方ともですね大盛りプラス好きなトッピングを注文させていただいて、ご飯とね一緒に食べていこうと思います。大盛りの海苔チャーシューです。はい、あ、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。ということですね、ただいまラーメンが到着いたしました。こんな感じですね。本日は海苔、ほうれん草でチャーシュー増しのトッピングをさせていただいております。ライスも注文しておりますので、こちらね一緒にいただきます。やっぱりねひとまずスープからですね。スープからいきましょう。とにかくねスープがフレッシュ、肉感と骨感もこれが本当に新鮮でフレッシュな味わい、しっかりと濃厚なんだけど醤油の感じとでチーズの感じとめちゃくちゃうまい。いっちゃいますか。そしたらちょっとね贅沢にチャーシューと海苔をスープに浸して麺とね絡みまして、このライスにこうすよ。そしたらこの辺りでね、禁断の食べ合わせ、海苔、ほうれん草、ここにね、ニンニクですね。
最後のご飯はね、もう具材ないんですけど、こうよ。ということで、ただいまですね、2杯目のつけ麺が到着しております。つけ麺はこんな感じですね。麺線もめちゃくちゃ綺麗に整えております。まずね、こちらの麺だけでいただきたいと思います。そしたらこちらのつけ汁にですね、どうもっと、このベースね、濃厚な豚骨のスープに少しね酸味が加わったりしてて、いわゆる豚汁のような風味に近いんだけど、すっきりとしててライトなんだけど濃厚さもあるっていう、だいぶね今僕矛盾したこと言ってて、何言ってんのっていうのは分かるんですけど、これまずね食べてみてほしい。新感覚だと思うわ。そしたらこれほうれん草とあえて、ここら辺でね注文させていただいたご飯ものでございますね。こちらのねチャーシューまぶしをいただいてみたいと思います。ああうまい。つけ汁の方なんだけど、もちろんねつけ麺なんで塩分が高めなんだけど、やっぱりね酸味とかあと油の甘みもあったりして、結構ねどぼっといってもしょっぱくないぐらいで旨味が強い感じ。これね海苔がものすごく相性いいわ。ちょっと味変をしてみたいと思います。ほっと、あ、おいしい。